はい、皆様こんにちは。はい、今日はね、西洋の聖林寺さんですね。紅葉で有名なお寺ですね。それと夏は蓮ですね。それとあの提灯祭りみたいなのがあって、提灯ぶら下げたらなかなかね、情緒ありますよね、この寺ね。はい、下にも駐車場ありますが、まあお年寄りとか年配の方は、ここまで上がってこられたらいいと思います。ここに駐車場ありますよね、青年に駐車場ってね。でここの道断ツツジが秋になるとものすごい綺麗ですよね。これね、真っ赤っかになりますから、また見に行きましょう、秋になるとね。はい、じゃあちょっと蓮がね、あの蓮なんですよ。よし、ここはね、あの池じゃなしにね、鉢植えの蓮ですからね。ああ、ちょっとなんぼかも、あれやね。今年少ない感じやな。もっと量差があるような気がしたけど、ちょっと少ないかな。あ、真ん中辺にいたらあるな。よし。はい、ここから見る景色もいいんですよね、これね。この下行ったら駐車がありますね。向こうに見えるのが地図急行ですんでね。よし。はい。あ、どうでしょうかね。もうちょっと昼過ぎたからね。やっぱり最後まで来るとね、どうしても昼過ぎてしまうんですよね。はい。奥、向こうの奥の紅葉がね、秋になると綺麗ですよ、あれ。もみじね。あの、でっかい蝶もあるしね、あれ。あ、まあ今日は蓮ですね。蓮食いましょう。これだけね、出そうまで大変だと思うよ。これ、くっそ重たいわ、これ。ねえ。まさか人の手で出すんじゃないでしょうね、これ。機械で出すんでしょうけど。はい。まあ、ちょっとね、朝咲いて、ちょっと、もうね、蓮の上で溜まった水溜まりが可愛いよね、これね。揺れてますよ、まあね、落ち着いていい音です、ね、白とピンクとね。あ、向こうあれが咲いてるな、ノウゼンカズラ。後でノウゼンカズラ見とくか。よし、この辺なんかもうちっとるからね、朝咲いて。まあそれでもいいですわ、こうやって見れたらね。背が高いな、この足も。この本なんだけど、毛でも打たれへんわ、絶対。鉄ちゃうの、俺。重機で、なんかでやらはんやろな。去年かおととしてお寺の人とちらっとな、話できたよな、ここ。その時に聞いたっけ。ちょっと奥行きたいけど、この花がかわいそうやな、ね、ちょっとどけていってみようか。よいしょ。これがね、でかいでしょ、なんかね、奥の紅葉も見事です。ちょっと赤が、赤があんまりないな。赤探そうね。ちょっと赤あるけど、ちょっとかっしぼんどるな。うわぁ、ちょっと松があって、これは通らないな。はい、こっち側に池があるんでね。はい。ちょっとお手洗いの前ですけど、赤いのが咲いてましたのでね。ちょっと映しておきましょう。これ花びら多いな。変わったはずだな、これ。ね。これはまだつぼみだしね。はい、あそこのあのお堂の彫刻も素晴らしいね、あれ龍のね、うん、ちょっと遠目ですけどね。はい、じゃあちょっと能線カズラの方だけ見てきます。
この松が張り出しとるからな。ね、カエルさん。あ、不動明王さんやな。上に農前風だよ。ね。また秋の紅葉の日記ましょうね、またね。はい。まあそんな感じでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。